どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはですね、いいですよ、魔法使いサリーちゃんのあの曲です。あれをやります。マハリークマハリタ、あれです。あれはですね、いいです。なかなかこれね、簡単で面白いんですけど、思ったよりなんかね、リズムがね、深いなと思いました。やってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はそこにリズムのアレンジを加えまして、ちょっとこうもっとノリが出るようにしたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと最高。ぜひ音楽始めましょうということでやってます、このガズレレ。でも私音楽苦手なんです、楽器とかもう私才能ないんですという方多いんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルでは、そんな方々があれよあれよとウクレレで弾き語りができるプログラムがございまして、そのプログラムを見て世界中の方々がどんどんウクレレで音楽始めてます。簡単なんですよ、とにかく簡単。簡単なんだけど、ちょっと慣れたらね、どんどんレベルアップもできるシステムになってますんで、ぜひ皆さん始めてみましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行って、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけ。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がもうすでに1300曲ぐらいもうアップロードされてます。すごいでしょ。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ歌謡曲、演歌洋楽、ハワイアン、ソング、アニメソング、映画の曲とか、もう昭和のヴィンテージソングとかね、アニメソングもいっぱいありますから、これからね、音楽聴くからやるにどんどん変えていきましょう。YouTube ですからね、気軽に無料で始められます。それでは早速やってみましょう。サリーちゃん、魔法使いサリーちゃんのテーマなのかな、オープニング曲やってみます。 1,2,3 マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤン、マハリクマハリタヤンバラヤンヤンヤン、魔法の国からやってきたちょっとちゃむな女の子、サリーサリー力で街中に夢と笑いを振りまくの、サリーサリー魔法使いサリー、魔法使いサリーちゃん、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。なんかこう怪しげな、あのイントロの、マハリー、なんなのまじないのなんかちょっとね、そんな感じが始まって歌が始まるんですけど、これ歌ってみたらわかるんですけどね、言葉の入るタイミング結構深いです。これ一応YouTube に上がってた昔の1966年ぐらいのアニメのオープニングのところをこう再現してみたんですけど、思いっきりやりましょう。動画と一緒にできた方もやっぱり紙に書いて、そうしないとほら、どっか誰かと一緒にやるときにね、YouTube 見ながらじゃなくて、やっぱ紙見た方がまだいいですかね。その先には覚えちゃうのがいいと思うんですけど、その時の参考になるようにいつもガズがこう皆さんにこうシェアして、ここに映してるんですけど、今このサービスがスタートしてます。ほい。ガズクラブです。このガズクラブはね、クラブ会費月660円を頂戴して、今このガズがいつも映して、これがデータとして皆さんの、お手元に毎月5曲お届けできるということで、これね、ご活用ください。これね、この曲なんか特にね、ちょっとね、これね、サリーサリー、不思議な力、ここね、不思議な力のところね、言葉のタイミングね、思ったより難しい。こういう時にガズのノートだとこの点がついてて参考になったりするんでね。このノートはノートでまた価値があります。で、このガズクラブはですね、この学園を落とせる以外に、そこのクラブ活動をめちゃくちゃ盛んでございまして、クラブ員限定
ガズの生配信ライブ一緒にワイワイセッションしたりとか、SNS でみんなでやり取りしたりとか、なかなか盛り上がってるんで、クラブ会員募集中です。はい。そんなわけで映しますんで、皆さんメモっていってください。推しがある方はどんどんメモっていきましょう。これは無音で始まります。バーリークマハーリタ、ヤンバレン。これがやっぱりやりたいやつですよね。まあ、ここは演奏ないんでやっていただいて、ここから歌に入っていきます。で、さっきも言ったんですけど、この点が結構ポイントで、ここでリズムを測るんですよ。不思議な力でとか、不思議な力で、結構リズム深いです。はい、じゃあ一時停止して書いていってください。動画のテロップを一時停止して書いてもらっても OK だと思います。ここ止まるとかね、書いてあるね。それを参考にしてください。まあシンプルですけど、結構だから真剣にやると、あれこんなリズムなんだというふうな感じで、舐めててはいけませんという曲ですね。はい、で、まるっきり同じ感じでこう2番が、入ってくるんですけど、言葉の言い回しもちょっとやっぱり、ここもね、大きいの、大きいにの、おーって、やーってきたとか、この辺がちょっと言葉のタイミング、なかなか面白いです。で、最後このエンディングだけ、サリー、サリー、サリーちゃんということでやってますと。で、ここね、最後、かっこいいバージョンでは A7 ということ、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、Am でも A7 でも、まあ、A7 の方がちょっと面白いかなと思って、こんな風なことになってます。じゃあ、コードの解説いきましょう。C と Am と F。Dm と E7。そして最後の最後、A7 が良ければここ A7 です。まあ一応この5個かなという感じですね。これはもう超入門コードです。これ、ドン。ガズレレ必須コード。これいつも出てくるんですけど、ウクレレでね、音楽始めようと思った方は、まずこのガズレレ必須コード、覚えてください。これね、10個あるんですよ。この10個覚えておいたらですね、今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube でも取り上げてる1300曲ぐらいの曲、ほぼ8割9割できるという夢のようなコード。初心者の方にはもう本当に優しいコードのグループなんですよ。でもね、10個あるの。10個も覚えなきゃいけないと思うので、安心してください。簡単なの。1個。これも1個のこと。これも1個のこと。これも。こんな感じよ。だけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭が混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説しております。ここにリンク貼っております。ここでね、リンク先行ってこの動画見ているとですね、コードバンバン覚えられるんで、覚えてみてください。今日はそのうちの5個でやります。ということで、入門コードですから、基本的には弾けると思います。そしたらですね、今のシンプル簡単バージョンはこれで4つでゆっくりやったということなんですけど、じゃあここからかっこいいバージョンに入っていこうと思います。かっこいいバージョンはコード進行はまるで一緒なんですけど、弾き方でちょっとね、かっこいいバージョン差をつけようと思います。2つちょっと思いつきまして、まずは、8ビートのチャというリズム。これはね、疾走感があっていいんです。ちょっとやってみると、魔法の国からやってきた、ちょっとジャムを、こんな感じ。この軽やかな8ビートっていう。でですね、これで最初から最後までやろうかなと思ったんだけど、よくよくね、YouTube でその原曲を聞くとね、ちょっとね、こんな感じのビートが入ってるんです。スカビートが入ってるんですよ。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、ホーキーの大きな音。こんな感じ、つっちゃつっちゃつっちゃつ、これはいいなということで、こうしました。1番は8ビートのチャ、2番はスカビート。この2つのリズムで、再現してみようと思います。どっちでも好きなリズムでいいと思いますね。普通の8ビートでももう全然かっこいいと思います。一応ガズのデモ演奏はこの2つのリズムでやろうと思います。この2つのリズムの弾き方はここにリンク貼っています。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャと、スカビートっていうのはね、これ裏でつっちゃ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 って裏で来るんで、これがなかなかね、やってみたらわかります。つっちゃつっちゃってやってるつもりが、チャツチャツにひっくり返っちゃったりなんかしてね、なかなかこうリズム感のトレーニングになるんで、ぜひチャレンジしてみてください。8ビートのチャはですね、その基本である8ビートという超基本リズムから始めていただくのがいいと思いますので、そのリズムのところでお勉強してください。はい。そういうわけでですね、この曲は特にこう決めとかなく止まるとかそういうのありますけど、なんか言うんですけど、歌のリズム、言葉のリズムはちょっと難しいですけど、まあそれは一回置いといて、やっぱりサリーちゃんのあの世界を頭で感じながらこう気持ちよく演奏する。これが一番の目標っていうかね、それになると思いますんで、目的にね、大いに大声で楽しく、弾いていきましょう。それでは、魔法使いサリーちゃん、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1,2,3! マハリクマハリタイヤンバラヤンヤンヤン、マハリクマハリタイヤンバラヤンヤンヤン、魔法の国からやってきた、ちょっとちゃあむな女の子、サリー不思議な力で街中に夢と笑いを振りまくる、サリーサリー魔法使いサリー、ほうきに乗ってやってきた、ちょっとおちゃめなお姫
サリー、サリー、サリー、サリーちゃん、せーの、魔法使いサリー、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。かっこいいバージョン最後 A7 で終わってみて、ちょっとなんか明るいかなって感じですけど、まあまあどっちでも Am でもかっこいいかなってことです。どうですか弾き方、2つの弾き方でなんかだいぶ受ける印象が変わると思うんですけど、まあまあお好みの弾き方で、やっぱ基本は大きい声で体を揺らして、やっぱりこう持っていく、全体を包み込むような演奏がいいと思います。これはですね、楽しんで演奏してください。皆さん、楽しいでしょ。これね、ぜひ周りの方にお伝えください。ご近所さん、お隣さん、職場の仲間とか、ほんと親戚とか、なんかいとこの子とかさ、そんなどんどん広めていってください。このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。いいねとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今ね、ガズレシピというアプリがあって、これにね、曲が追加されたというふうにのが一応最新ニュースでありますんで、ガズレシピこれね、いいですよ。アプリですから、スマホとかタブレットに入れていただいて、スイスイと見れる、ぜひご活用ください。この赤い本がリリースされまして、皆さん楽しんでいるということで、ものすごい情報が入ってきてます。これよかったら Amazon のレビューとかね、いろいろレビュー書けるんで、よかったよとか書いてもらえると嬉しいです。これはね、100曲入ってますんでね、もう皆さんこれ Amazon とかで、本屋さんとか楽器屋さんとかでぜひぜひゲットしてください。ありがとうございます。そしてこの今使ってるガズのウクレレ、再予約販売したんですけど、あっという間にまた完売しまして、でもですね、セミオーダーとかまた次のオーダーもすぐに用意しますので、もう少々お待ちください。で、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズムを書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるという、このガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくて、その中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開のフェイスブックグループがあって、そこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね、結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。そう、次のね、オンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますから、よろしくお願いします。あとね、いろいろありますよ。これいつもねご紹介してるんだけど、あ、この今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杖さんが使ってるストラップで、最近では新しい方法としては、このここにこういうのもついてるんですけど、これでこうウクレレ掃除できるという言葉で発見されました。あとはこれ絶好調なのが、これがですね、皆さんちょっとコロナがね開けてきたんで、このリュックサックを持って、ここコンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ中も結構広くて、楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中もねちゃんと傷がつかないようになってて、で中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープでもう脱着可能、スペースもこう流行利用できます。そしてこれでっかい旅行カバーにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレ .com にも大体最新情報書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、そしたらこのウクレレ、ガズレレで音楽楽しんでくださいませ。またガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー。